講読文五十。イザヤ書第五十三章。誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく威厳もなく。 我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また、顔を覆って意味嫌われる者の,のように彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。誠に彼は我々の病を追い、 我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の都がのために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、 その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷っておのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。彼はしえたげられ苦しめられたけれども口を開かなかった。 ほふりばにひかれてゆくこひつじのように、また毛を切る者の前に黙っているひつじのように口を開かなかった。しかも彼は多くの人の罪を負い、戸がある者のために取りなしをした。